Welcome back to our channel. 今回は皆さんがいつも疑問に思われているトムさんはどれぐらい日本語ができるんですかっていうことに答えたいと思います。皆さんにトムさんに何か日本語で簡単な質問をしてくださいという質問をしていたんですけど、たくさん質問をいただきました。ありがとうございます。その中からトムさんにいくつか答えてもらいたいと思います。で、ルールなんですけど、質問をしてトムさんがわからなかったらわからないと言ってスキップしてもらうということと、質問の意味をわかるけど日本語でうまく伝えられない場合もスキップできるという感じにしたいと思います。多分そうした方が皆さんもどれぐらいトムさんが日本語がわかっている、理解しているということがわかりやすいんじゃないかなと思います。それでは早速いきたいと思います。レッツスタート。トムさん、梅干しと納豆は食べれますか？梅干しはあまり好きじゃない。納豆は？納豆は問題は味じゃない。問題は、like、超ベタベタ。そしてちょっと面倒くさい。食べる時に面倒くさい。ああね。洋服はどこのが好きですか？ブランドはありますか？アメリカンイーグルのブランドが好き。好きなビールは何ですか？アサイスーパードライ。あ、日本の。いや、日本酒は。日本のビール？いや、日本のビールは。いや、アサイスーパードライが好き。2番は多分、なぜわからないけど、キリンのどごし。好きな日本語は何ですか？好きな日本語の言葉？うん、何でも。ギリギリとかワクワクとか、like、いや、面白い、音の言葉がある。日本語を学ぼうと勉強しようと思ったきっかけは？スキップ。エリナさんと結婚しようと決めた決め手は何ですか？エリナさんと結婚しようと思った理由。しようと思った。Yes。あとはショットを覚えてる。しようとしようしようと。しようと思った。What？ 決め手は。決め手は。理由は。理由は。So I don't know how to say personality, but 毎日エリナと一緒にあるときはいつも楽しいと、嬉しい感じ。イエーイ。ハワイと韓国どちらが住みやすい？住みやすい。well、だから俺はさ、俺はアメリカ人だから、like、当たり前。ハワイはすごく住みやすい、right？ 将来はアメリカ本土に住みたいとおっしゃっていましたが、言っていましたが、日本には住みたくないですか？日本に住んだらいいだと思う。トムさんの好きなエリナさんの料理は？エリナの料理は何が好き？何が好き？じゃあ大体、like、作り物全部がいい味があるから、何でも作ったら、like、好き。でも時々違います。夫婦円満の秘訣は何ですか？これ難しいね。夫婦、やめるかぼ。円満。スキップ。日本の料理で一番好きなものは何ですか？一番好きなもの。1年前に寿司が好きだったけど、それはアメリカ風の。それは、like、揚げたの。寿司、多分刺身は一番好き。お好み焼きじゃないの？カメじゃないの？お好み焼きは2番。2番。 OK。
日本で食べた食べ物の中で一番美味しかったものは？あ、沖縄のアグうどん、maybe not not どん、アグうどん。うどん？ Yeah。ああ、OK。日本で行ったことのないところで行ってみたいところはどこですか？北海道。イエーイ、私も。Yeah。なぜは札幌の冬祭り、冬祭り本当に行きたい。うん、行きたい。トムさんの好きな曲は何ですか？好きな曲、うん、ジャズみたいなハウス。エリナさんに直してほしいところはどこですか？ない育児で大変だと思うことは何ですか？育児、うん、スカイラーは時々に歩くときは歩かない、それと早く行くときは、うん、たくさんのことが準備しなくと、うん、しないと、うん、そしたら時間たくさんかかるから、うん、早く行かない。家族で住んでみたい国ってありますか？うん、あ、いい質問だねこれ。オーストラリアと イギリス。イギリス、あ、ね、いいね、はい。ストレスが溜まったらどうやって解消しますか？音楽トムさんはやはり転勤があると思いますが、どこの国に行ってみたいですか？転勤、うん、転勤は仕事で違うところに行く。ああ、OK、うん、ドイツに行ったらビルを売るだってやね、ドイツに行ってビール売りたいの日本人の奥さんと結婚してよかったなと感じるところ。感じるところ、うん、日本語で説明できない。日本の女性はどんな感じに見える？背が低いと、うん、いつも嬉しいな表現がする、うん、うんうんうん、しているから、うん、like、日本人はアジア人より、うん、優しい、うん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 、今まで部活やスポーツ何してましたか？部活？クラブ、うん、クラブやスポーツ何してましたか？ラッパを吹くそうね、ラッパを吹いてたね、うん、ラッパを吹いて、うん、泳いで、うん、走ってそうそう、走ってマラソンみたい、うん、野球と、うん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 、バスケットもしました、うん、日本の好きなところは？好きなところ、交通は本当に便利。あ、パパとして育児の中で心がけていることを教えてください。それは難しいエリナさん、スカイラー君、ロージーちゃんのチャームポイントを教えてください。チャームポイント、うんうん、ロージーちゃんは赤ちゃんだからいつも可愛いスカイラーはそれはチャームポイント、うん、スカイラーのチャームポイントは、うん、すごくよく踊れるエリナは頭がいいし本当？いや、ずっと新しい、アイディアがたくさんある、うん、エリナはトムさんは漢字は読めますか？はい、読める。韓国の好きなところは何ですか？韓国の料理。トムさんが作れる料理の中で一番得意な料理は何ですか？ I assume 得意です good、うん、ハンバーガー。この季節にクッキー。幸せだなと思う時はいつ？うん、
エレナさんは昔に作ったのビデオを見たら、like、すごくいい感じ。日本語は難しくないですか？日本語は難しいですか？日本語は発音はいつも聞きやすいけど、一番難しいのことはもちろん漢字。英語を勉強するのにおすすめの映画はありますか？セサミストリート。トムさんの楽しみは何ですか？楽しみ、ビールを飲む。違う。ビールが好きですけど、スポーツするのことが一番楽しい。トムさんは兄弟、姉妹はいますか？お姉さん、一人。身長はどれぐらいですか？身長は最近はちょっと低くなった。再生低くなった。いや、言わない。今まで住んだことがある国の中で一番住みやすい好きな国はどこですか？でも経験あまりない。でも、日本とアメリカと最近韓国に住んだ。日本は安いけど、アメリカより余裕時間がない。アメリカは余裕時間がたくさんある、そして友達と家族も、時間がある。韓国の生活が慣れたら家族でどこへ遊びに行ってみたいですか？ジェジュ島行きたい。もっと自然なところに観光したい。話せる言語の中で何が一番難しかったですか？難しいですか？韓国語は一番難しい。韓国語、ね、日本のアーティストで好きな人はいますか？あまりない。趣味は何ですか？ポケモン GO。 最近ハマってることを教えてください。ポケモン GO。 好きな韓国料理は何ですか？ブデチゲ。ブデチゲ。トムさんにとって家族とは何？何でもするときにいつも応援している。エリナさんと出会う前の日本人の印象を教えてください。日本人は頭がいいと、仕事は厳しい。最近一番びっくりしたことは何ですか？最近びっくりしたの、最近はない。エリナさんの素晴らしいと感じるところは？素晴らしい。毎日朝から寝る時までずっと働いてる。Always working。 好きなスナックは何ですか？好きなスナック、おかしい。チューハイ。ハイチュー。 I always get them backwards。 ハイチュー。ハイチュー。トムさんはどうやって言語を勉強しますか？おすすめの勉強方法を教えてください。教科書で勉強しましたけど、覚えやすいの方法は友達といろいろな話題を話す。トムさんが世界一怖いものは何ですか？世界一怖いもの、サメ。一番癒しは何ですか？まだ飲んだことがないビールを開けてるとき。癒し。たまさん、喋れる言語は何ですか？どのくらい英語と、ちょっとスペイン語わかるけど、あまり言わない。日本語もちろん、それと韓国語ちょっと喋れると、中国語もちょっとだけ、ちょっとだけ。
あ、聞こえる。はい、以上がトムさんへの質問でした。たくさんの質問ありがとうございます。そのことについて知ってもらえたと思うし、まあ、どれぐらいトムさんが日本語を理解してるか、喋れるか分かったかなと思います。この動画良かった、またこういう風な質問の Q&A の動画してほしいと思ってくれた方、よかったらいいねボタンと、あとまだチャンネル登録されていない方、よかったらチャンネル登録もお願いします。それでは今日の動画は以上にしたいと思います。今日の動画を見てくれてありがとうございました。 Thank you for watching and see you tomorrow!